え皆さん、こんにちは。伊藤塾講師の井ノ内です。えー、私の方からですね、振り返り講義は、この一般知識とお担当したいというふうに思います。えー、まずは、本試験、本当にお疲れ様でした。まあ、今もほんま疲れたなというふうな、ね、人がたくさんいると思います。 まあね、1年近く毎日勉強してきて、ようやく試験がね、終わったというところで、えーまあ、このような振り返り講義をね、聞いて、えーまあ、落胆したりもしかしたら嬉しかったりっていうふうな、そんな感情になるかもしれないですがね、えーまあ、しっかりと振り返ってもらったらというふうに思います。えーまあ、今年はこのコロナ禍の、ね、影響で、えーまあ、県等によってはですね、えーまあ、いつもと違う大学であったりとか、 いろんなね、試験場所が急遽変更になったりとかっていうところで、いろいろ苦労されたかもしれへんなと,と思ってます。まあ、全体的なところをね、えー、皆さんからの LINE とかまあ電話とかね、メールなどでいろいろ情報は入ってるんですけどね、えー、まあ例年に比べて記述を抜くんだればですね、この卓越式においてはそれなりに点数が高い人が 多いというふうに思いますし、また伊藤塾のデータの、ね、方でも、まあ、成績診断サービスっていうのがあるんですが、えー、そちらの方のデータを見てもね、えー、それなりに高いというところですが、まあ、詳しくは分析会の方でね、えーまあ、聞いてもらったらというふうに思います。はい。で、まあ僕の方はこの一般知識の担当というところですが、一般知識と全体に見て、まあ、今回、 どんなもんやったんやろ優しかったのか難しかったのか普通なのかっていうと、ま、あの、データだけで見るとね、うん、良いだったと思います、うん。で、まあ、僕はね、思ったのは、政治経済社会の47番からですね、54番までのこの問題っていうのは、まあ、過去問的な知識。ね、まあ、要するに、しっかりと準備できる知識と、 それプラス現場思考。ま、現場思考というか普段生きている中、生活の中でね、ま、このあたりは知っているだろうというふうなところを、ま、聞いてきたところです。なので、全体的に、正当率はね、伊藤塾のデータでは50%をすべて超えているというところになります。で、次、情報系の55番からですね、また57番の、情報系科目においては、ですかね、 特にまあ、できが良かったのが56番の行政機関個人情報語法というところですね。56、57番、まともにですが、個人情報関係ね、においてもしっかりと準備している人は、まああの、確実にね、取れただろうというふうな感じです。また、55番ね、インターネット用語、まあ一見見て難しそうに思うんだけれどもね、 ま、あの、えとかおうっていう知識ね。まあ、http とか、あとは url とかですね。まあ、これは普段からね、皆さん知ってるところだと思うんです。で、このえとおうだけの知識があればですね、これも正解できた。まあ、焦らずそれに気づいたかなと思うところなんですね。え、ややですけどもね、あの、パーセンテージは63%で、他の情報系に比べると、えー、ま、正答率は低いもののですね、やはりこれはどれだけ落ち着いて、 え、試験の内容を読めたかというところだと思います。そして最後に58番から60番の文章理解ですが、これできよかったですね。えー、まあほとんど80%を超えてるというふうなところで、全問取れてもおかしくないような内容だったと思います。で、まあ成形者はちょっとね、ずらっと飛ばしてみたんですが、えー、まあ47番から見ていくとね、47番はこれは過去問知識、周辺の知識をしっかりと勉強していることが必要でした。 48番は、まあ、過去問題にね、フランス人権宣言なんてことは出てるんだけれども、ただ、フランス人権宣言をね、がっちりと勉強する人は基本いないし、まあそういう勉強では逆にダメですよね。ただ、内容を見てみると、この人権宣言だから、人権を害するような方向のものは基本切れてしまいますからね。というところで残ったのが5と2で、 でもまあ、ゴートに比べたら、にっぽいなという人が多かった。まあ、正当率もそれなりに高いです。60%超えてました。49番ね、これ合否決めると思いますね。特に、このバブル経済関係はね、よく出るんで、過去問題でももう、品質の論点ですからね。やっぱりこれは取れないといけないところです。 しっかりと準備できたかというところなので、まあ知識ですけれども過去問題とかをね、しっかりと対策をしていた人においたは、まあ必ず取れているというところだと思います。50番、日本の国際制度、まあ60%ぐらいなんですよね。で、えーまあ、今まで過去問題にも出てるので、そのあたりと周辺の知識と見ていればね、それなりに解けただろうというふうに思います。特にまあ A なんていうのはね、 えー、やはり大震災後からですけれども、えー、この復旧、復興事業に必要な財源調達の復興債があるとか、えー、まあ、30兆なんだ、うんぬんとかっていうところによおおとかね、こんなところはもうニュースとかで聞いてる、まあ、生活の中で知っとられるかもしれないというふうに思います。まあ、特にこの、いとかうとか、まあ、ああもそうですが、これは過去問題と周辺知識というところでもおら。そして51番、これは消去法でしょう。 まあ常識的に考えて、と、おうとかね。まあこれよくニュースとか、ええー、まあ自分のね、スマホでニュース、記事と読んでると、ええとは、まあ選ばないと思うんですね。ええとが切れたらもう言うしか残らないから、あんまりようわからんけど3番かなというふうな感じ。まあ組み合わせなんで非常にやりやすかったと。まあ52番、民泊であったり、シェアリングなんていうところも、これもね、ええー、なんとなくも知ってるよ。 というか、どちらかというと常識だよっていうところで取れたのかなと思います。まあ、正答率も高いですね。で、53番ですけれどもね、えー、まあこの、日本のにおける地域再生、地域活性化運々っていうところも、まあこれもいちいちこんなところまで当然勉強していないんですかね。読んでいくと、なんとなく、うとうが違う、ああいう映画っぽいなとか、まあ組み合わせなんで、そんなところで、まあ正答が、 4番、たるりついた人が多くて、まあ、90%ぐらいね、みんな溶けているっていうところでありますね。で、54番、うんまあ、これもちょっとね、あの、生徒率は低かったんですけれども、まあなんか迷うところもあるかなと思うんです。で、これもここまでガツッと勉強できていないんだけれどもね、まあ普段の生活の中とかでなんとなくっていうふうなね、ええー、まあそんなふうな今回は試験だったと思います。この一般知識においてはね、えー、成形者において言うんであれば、 ま、過去問題をしっかり解いて周辺知識っていうのを、えー、覚えていたかどうか。それと普段生活の中でどれぐらい情報を入れているかっていうことだと思います。まあ、この行政書士になってね、私も15年ですけれども、普段のこうニュースの情報とか、今のこの経済だったりね、どういうふうに日本が動いていってるか、世界が動いていってるかっていうのは常に確認していますし、そうじゃないとですね、どういう仕事が次に来やすいのか、 ね、どういう仕事が減っていくのかっていうふうなものがわからないんですよね。そういう意味で、僕は正直今回、令和2年の試験全体を見てですね、思ったのは、かなりね、実務家的なそういう試験に近づいてるなというふうに思うわけですよ。まずは択一でね。 え、どちらかというと、基礎的なことをしっかり分かっていますかとか、普段からしっかりニュース見ていますかって、これぐらいないと、行政書士としてはいけれませんよってことをまず試して、次に、記述はね、ま、今後、あの、分析等をね、え、していっても、私は分析会で、え、足と記述担当なんですけどね。え、ま、いろんな回答が読め取れる、いうふうな、ま、そういう書き方ではあるんですけどね。ま、このあたりも、ま、これあくまで僕の推測ではあるんですけどね。 やっぱり法律化って多角的にものを見れないといけないというところで、一方方向だけではやっぱりないと。ですから、まあ、答えがどうなるかわからないにしてもですね、えー、まあ、複数回答がある可能性もね、残されているんだな、というふうな感覚です。ですから、まさにね、この実務化になるための試験ということですから、まあ、ダイレクトにね、試験に向かったとは実務化ですやん。そうすると、そのあたりをしっかり聞きたいんだろうな、 というところでね、試験は作ってるような感覚はしました。まあ、詳しくはね、またあの、分析会の方でお話したいなと思うので、ぜひね、え、YouTube、えー、まあ、今週の土曜日ですけどね、えー、聞いてもらったらな、というふうに思います。それでは分析会お待ちしてます。まずはね、えー、この一週間ぐらいは、でもゆっくり休んでもらってね、ただまあ、振り返って分析をしてしっかり次につなげる、というふうなことを考えてもらったらと思います。 まあすでになかなか点数悪かった。まあこれはね、当然回答速報で見ているのでね。え、それが、え、果たして100%とは限らないにしてもまあかなりね、え、もう自分でもわかるでしょうからね。え、そういうふうな、え、人、次どうするのかとか、まあ記述待ちの人もたくさんいます。もうすでに受かっているよ。 なんて思う人も、ね、そういう点数取っている人も、たくさんいます。というところで、それぞれに、今後ね、どうしていけばいいのかっていうところを考えながらね、分析会、ぜひ、ネットで参加してもらったらと思います。それでは、お待ちしています。ありがとうございました。